はい、どうも皆さん、こんにちは。もうすぐ5月も終わりということなので、今回はですね、アップデート考察やっていこうと思います。ガガちゃんの、ケツケリ曲の、ケースケです。ポーということで、なんでまたアップデート考察をするかと言いますと、クラクラってね、6月にアップデートやってくることが多いんですよ。なので、今回はね、6月のアップデート考察予想をですね、やっていこうと思います。私、ケイスケ、クラクラ歴10年でございます。もうクラクラ実況もね、もう何年やってるんだ ?2016 年ぐらいからやってるんで、もう8年目、9年目とかになりますんで、はい、ズバリ当ててみようと思います。なので、クラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今年の目標は登録者11万人なので、まだ登録してない方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、6月のアップデート考察やっていきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それではね、考察をする前にですね、ハーランド選手コラボで、クラクラ新しく始めて、俺の動画見てくれるようになった視聴者様、結構いらっしゃいますんで、クラクラってどれぐらいのアップデート頻度なのっていうのを、改めておさらいも兼ねてお話ししていこうと思います。まずはクラッシュオブクランっていうゲームはですね、アップデートがね、だいたい3月から5月にかけての春のアップデート、で、6月の夏のアップデート、8月に、まあ、クラクラ何周年記念イベントっていうのがやってきて、で、10月に秋のアップデート、12月に冬のアップデート、だいたい年に4回ほどアップデートやってきます。他の、ソシャゲと比べて、もう年に4回なんで、まあ、圧倒的に少ないです。他のゲームだったら、日本のソシャゲとかだったら毎月アップデートあったりとか、まあ少なくても2ヶ月に1回アップデートあったりとか、もう多い時には1ヶ月に2、3体新キャラ出す、なんていうソシャゲありますよね。なんだけど、クラッシュオブクランは年に4回しか今までね、アップデートありませんでした。ただ今年はね、めちゃくちゃイレギュラーな年でありまして、まずですね、2月に、はい、アップデートあって、で、さらにアチャクイのレア装備出ました。さらに3月に、はい、グランドウォーデンですね。はい、レア装備出ました。で、あとは、4月に、4月のアップデートだったっけ、新呪文が出たりとか、あとはですね、あ、2月かなに新呪文出たりとか、春に、はい、新ペット出たりとかで、結構ね、アップデートがね、めちゃくちゃ多い年なんですよ。で、これ今年なんでこんなにアップデート的なものが多いかっていうと、クラクラって年に4回しか、はい、アップデートないって言いましたね。ただ、自分のメインコンテンツ、自分の村に、アップデートがない年がめちゃくちゃあったんですよ。例えば2022年、はい、クランの都が実装されまして、で、春にね、やってきたんですよ。2年かな、の春にアップデートやってきたんですよ。で、これの大型アップデートだったんで、これ、春はこれやってきて、で、これにリソース割いたせいで、全然、こうなんだろう、自分の村に、こう、アップデート開発費、取れなかったんでしょうね。リソース割けなかったんでしょうか。6月がバランス調整のみ、みたいな感じになって、なんと2022年は、はい、10ヶ月間、自分の村に、メインコンテンツにアップデートがありませんでした。さらに、2023年、昨年はですね、春に大工の拠点、これね、リワークされたんですよ。もう、大型な、はい、リソースを抑えてね、はい、大型アップデートといって、リワークしたんですよね。で、それのせいで、それにリソース割いたせいで、昨年は半年に1回しかメインコンテンツにアップデートがありませんでした。メインコンテンツ、自分の村に。アップデートがね、半年に1回しかアップデートがなかったっていう、そんな年だったんですよ。なので、結構全世界中のプレイヤーから、いや、自分のメインコンテンツのアップデート、早くもう、ね、しろよって、多分、クレームが入ったんじゃないかなって、思うんですよね。なので、クラクラ、スパセルのクラクラ開発さんとって、なんか、開発の人員、結構増やしたらしいです。増やした上で、で、今年は自分の村に、はい、こう、ね、力を入れようっていうことで、今年は結構イレギュラーの年で、結構な頻度で自分の村にメインコンテンツ、アップデートがやってきているっていう年になってます。さあ、そしたらね、
じゃあ6月アップで何が来るのかっていう考察をしていこうと思うんですけれども、まあ多分まあこれ順当にいけばロイちゃんのレア装備来るんじゃねえかなって、はい、まあ思っている人いると思います。2月にアチャクイのレア装備フローズンアロー実装されました。で3月にファイヤーボールワオデンのレア装備実装されました。で予定では4月に多分ロイヤルチャンピオンのレア装備実装する予定だったと思うんですよ。思うんですけど、ただプレイヤーから鉱石足りねえ、こんなね頻度でレア装備出されたらもう足んねえと、育てきれねえっていうクレーム相次いだんでしょうね。4月はですね、レア装備出さなくて、代わりにロケットバルーンイベントで鉱石たくさん稼げるようにしたりとか、あとは連続イベントっていうので鉱石ね、もらえるようにしたりとか、っていうのが、はい、あったんだ、ありました。で、5月、もともと予定していた、はい、スパイクボールですね。これが実装されました。なので、2月にフローズンアロー、3月にファイアーウォール、4月はロイちゃんの新レア装備、で、5月にスパイクボールっていう予定で、一旦装備はもうこれで出し切るっていう予定だったと思うんですよね。だけど鉱石足りねえってクレームがあったんで、4月はね、ロイちゃんのレア装備出すのやめてイベントにした。で、5月にスパイクボール、はい、っていう感じにしたんだと思います。なので、6月に、じゃあロイちゃんのレア装備出すのか、はい、俺の予想では多分出さないと思います。これなんでかって言ったら、多分もう、5月にスパイクボール出したばっかりじゃないですか。それでまた6月ロイちゃんのレア装備出したらまたクレーム来ると思うんですよ。なので6月アップではおそらく俺の予想ではロイちゃんのレア装備出さないんじゃないかなって思うんですよね。なので6月アップでではロイちゃんレア装備出さずに、はい、まあ他のコンテンツ追加して、で鉱石たくさん稼げるっていうイベントにして、7月か8月にロイちゃんのレア装備を出して一旦装備アップでは落ち着くみたいな感じになるんじゃないかなと予想してます。続いて、ユニットですね。ユニット新レベル、何が出るか予想していくんですけど、多分俺ゴブリンで新レベルまだ確か出てないっすよね。出てたっけ？出てないと思うんすよね。ゴブリンって結構新レベル出る頻度遅いんですよね。なんかね、新レベル全然出ないんですよ。なので、ゴブリンしばらくレア、新レベル出てないと思うんで、ゴブリンの新レベル出したりとか、あと、ペッカ新レベル出てましたっけ？あ、出てるか？いや、出てないような気するんだよな。あ、出てたっけ？なんか、ペッカ新レベルとか出すんじゃないかなって、思います。で、あとはですね、防衛施設に関してなんですけれども、防衛施設、新レベルの大砲、はい、まあ、出てませんよね。あとは新レベルのアーチャータワー出てませんよね。何やらね、公式の発言で新レベルの大砲やアーチャータワー出さないみたいな感じのね、発言をね、してまして、はい。なので、大砲とアーチャータワーがね、なんか、あんま出す予定ないみたいです。なので、じゃあ出すとしたら何だろうって考えたら、俺の予想では、呪文タワー新レベル出すんじゃないかなって、ちょっと、思ってます。タウンホール16って、前回難易度やっぱり下がってるんで、何かしら呪文タワーで、新レベル出して、新しい呪文打てるようになることによって、あれです。16の難易度とか、あとはカスタマイズ性を上げて、それでバランス取っていくんじゃないかなって思ってます。なので、俺の予想としては、まあ、フリーズの呪文とかあったらクソ強くないですか？打たれたら、ね、アイスゴーレム、ボーイングアイスゴーレムって、ただでさえ、うざいじゃないですか。それがさ、さらにフリーズのね、呪文とかになったら、難易度上がって結構いいバランスになっていくんじゃないかなって、思ってるんですよね。タウンホール16出たら。あとは、まあ、出てないといえば、スケルトンの呪文か。はい、スケルトンの呪文発動して、スケルトンがさ、わらわら出てきて、ね、ルートライダー攻撃したりとか、ね、あとはヒーローをずっと足止めされたり、みたいなこともできると思うんで、俺の予想としては6月のアップデート、新レベルの呪文タワーが出て、新しい呪文を放つようになる、みたいな予想をしています。あとは、突破兵器ですね。突破兵器は、
まあ2018年の6月のタウンホール12のアップデートで、はい、実装されまして、2018年の12月にロックボマー、2019年の12月に東海兵舎、2020年だったかなの12月にウッドランチャーで、2021年の12月にフレームシューター、2022年の10月にバトルドリルみたいな感じで、1年に1回は、まあ、突破兵器、新兵器出てたんですよ。なんだけど、最後に出たのが2022年の10月なんで、のバトルドリルなんで、もう1年半以上出てません。なので、6月のアップデート、新突破兵器出るんじゃないかなって予想しています。まあ、ただこれね、どんな突破兵器が出るかね、予想しづらいじゃないですか。全くね、その発想なかったみたいな兵器が出てくるんで、わかんないですけど、とりあえず俺のね、この兵器出てきたら嬉しいなっていうのがあって、それが何かっていうと、あれです。このメカキングのスキンあるんですけど、俺の予想、なんか出たら面白そうだなって思う兵器は、ロボットキング。はい。これ出たら面白いんじゃないかなと思ってて。まあ、どういう兵器かっていうと、まあ、ステータスはもう、バーバリアンキングです。はい。ただ、能力は発動できないババキン。はい。が、こうね、こう、もうステンドはもうババキンですよ。ババキンが施設壊してっていって、で、HP が0になったら、援軍が出てくるみたいな、第5のヒーローみたいに使えるみたいな、兵器が出てきたら、ちょっと面白いんじゃねえかなって、思ってるんですよね。ペースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってある、クランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。そんな感じで今回は5月ももう終わりっていうことなので、6月のアップデートですね。夏のアップで予定通りだったら、もう来月には来るっていうことなので、アップデートの考察の方やっていきました。いやー、どうですかね。当たるかな、どうだろう、わかんないですけど。まあね、俺ね、当たる時もね、ありますよ。例えば、タウンホール14は緑色になるんじゃねって言ったら本当に緑だったりとか、あとは、大工小屋が攻撃してくるようになるんじゃねみたいなことを話してたら、本当にタウンホール14で実装されたっていう経緯がありますんで、当たるときは当たります。はい。ということで、こういう風にクラクラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。